逆境は最大のチャンス。幾度となく訪れてきた出来事は、私だからこそ来てくれたもの。私の魂が選んできたシナリオ通り、世界で一番私自身を癒し愛することから全てが始まる。見返りを求めず、無条件の愛を送り続けること、祈りを捧げることができる。感謝します。ありがとうございます。これからも感謝を忘れず、傲慢にならず、日々精進。